おお、開けてる。おはようございます。梅山です。今日は歴史のある外秩父7峰縦走今回から期間開催になって特定の1日の大会ではなくなってしまったようなんで、ちょうど今期間に入ったばかりなので、早速暑くならないうちにね行こうと思っていたのですが、まあ、皆さんご承知の通り足を負傷してちょっと足に違和感があるのでどうかなと思っていたんですが。それでプンさんにもその話をしたんですが、まあ、40キロ以上足に不安を抱えて歩くのは危険だということで、ちょっと今日は急遽予定変更で外秩父を歩くのではなく、行ったことがない赤ぼっこに行ってみたいと思います。赤ぼっこでお茶でもして帰ろうと思います。特定の1日で歩くのではなくて、まあ、自分の好きなタイミングで日を分けて登ってもいいらしくて、まあ、そういう大会になったんで、外秩父7峰はさっきから7峰言ってるけど外秩父7見ねよ。近々行くと思いますので、またその様子は動画で投稿できたらなと思ってます。釜の淵公園の無料駐車場に停めたかったんですが満車ということで。こちらの有料駐車場1時間100円ですね。こちらに停めて出発したいと思います。それではまず多摩川を越えて対岸に向かいたいと思います。停めたかった駐車場はこの対岸の方にあります。この辺も自然豊かですっごい綺麗です。 C さん、自然豊かだけど工事の音すごいわね。ここが停めたかった釜の淵公園の無料駐車場ですね。やっぱりさっきも満車でしたが今も満車なようです。ちょっとしばらく吉野街道を歩いていきます。こんにちは。先ほどの吉野街道を右に曲がって現在は秋川街道を歩いています。こちらの神社から上に上がってこれが登山道につながっているみたいなので、この神社の階段を登っていきます。なんか足の感覚がちょっとまだいつもの感じじゃないんだよな。こちらのお堂の右からハイキングコースとなっているようで、ここからは山の中って感じでしょうか。外秩父7峰縦走ウォーキングですが、今年から、山と渓谷社なのかな、山スタというアプリを入れて、それでチェックインポイントでチェックインして進んでいく形みたいなんで、ちょっと山スタっていうアプリを落としたんですけど、使用方法があまり分かってなくて、山に行くたびに手動でチェックインしないといけないのでしょうか、それともポイントに近づいたら自動でチェックインされるんですかね。おじさん、ここはカスタマーセンターじゃないわよ。チェックポイントを全部行くとなんか記念なスタンプか何かがもらえるようです。いや、このコースいいですね。リハビリ参考にぴったり。もうこの辺りも雰囲気はもう夏山みたいな感じですよね。いやー、これから暑くなるな。分岐にやってきました。天狗岩の方に右に曲がっていきたいと思います。馬引沢峠に出てきました。かなり広めな空間で赤ぼっこは天狗岩方面なんで右というかこっちから来たんでまっすぐ抜けていきたいと思います。ここでまた分岐に出ました。これも天狗岩方面に進んでいきたいと思います。天狗岩 800m と書いてありますが、赤ぼっこはその手前なので、もう目と鼻の先ではないでしょうか。ここはこの右側に多摩川が流れてると思うんですけど、その多摩川の向こう側には青梅丘陵があると思うんですが、雰囲気は青梅丘陵に似てるんですが、結構ここ、いや、ここも青梅丘陵レベルでいいコースですよこれ。そしてこの木道の階段を上ってくると、ここに分岐が、ここを右 100m、 赤ぼっこ。じゃあ早速行ってみよう。おお、開けてる。赤ぼっこ、赤ぼっこにカモシカ来たんだ。そして赤ぼっこ 409.5m 到着しました。ちょうど日和田山より 100m ほど標高が高いですね。景色はすごい良いです。1923年9月1日に起きた関東大震災の際、この付近の氷土が崩れ落ち、赤土の露出した山となったそうです。その頃から地元ではこの付近を赤ぼっこと呼ぶようになりました。なるほど。いや、めっちゃ景色いいじゃん。なんだこれ。この付近の山の中でも、標高的に言ったら全然低い山だけど、眺望で言ったらこれは高い山に匹敵するほど最高な眺望ですね。ここは中央に見えてる一番高い山が大岳山、その右に、奥の院ですね。そしてぐーっともうちょっと右に来て、ちょうど今正面に見える山が、鉄塔の向こうに見える山が高峰。そしてぐーっと来て、奥にうっすら高い山見えてると思うんですが、あれが川乗山らしいです。それでちょっと右に行って鉄塔があって、鉄塔の右にひょこってなってる山があると思いますが、あそこが宗岳山。そしてその右のぴょこってなってるところが高水山らしいです。この最高な眺望で最高なコーヒー飲もうと思ったんですが、火をつけるアイテムを忘れたので、美味しい水を飲むことにします。せっかくお茶菓子持ってきたんで、水と一緒にいただきます。ずっとここに滞在していたいんですが、時というのは残酷で、もうそろそろここを離れないといけません。とても名残惜しいですが、また改めて来たいと思います。それでは次の目的地へと出発していきます。先ほどの分岐まで戻ってきました。天狗岩方面右に曲がっていきます。そして天狗岩の分岐のところに来ました。右に 200m 進んだところに天狗岩があるようです。こちらにはまた戻ってきたいと思います。天狗岩見ていきたいと思います。大体天狗という風な名称になっているところは、急登を登っていくっていうのは想定できますよね。そして先ほどの分岐から 200m ぐらい進んだところに天狗岩着きました。どれどれどれ。いや、ここも景色がいいですが、赤ぼっこの眺望があまりにも良すぎて、ここの眺望がそこまで。お邪魔しといて、そんなこと言っちゃダメでしょ。草畑とか河合方面を見るにはこっちの方がいいかもしれない。無事分岐まで戻ってきましたので、梅野公園の方に、ここからは下山モードという形で歩いていきたいと思います。下山的気分って言ったけど、よくよく考えると、この後行く陽外山が本日で一番高標高なところなんで、下山気分じゃいけない。お、ただの分岐と思いきや、ここが陽外山山頂414メートルのようです。この和田橋方面の方に進んでいきます。で、今の陽外山でね、今日の最高地点超えたんで、ここからは下山モードと言ってもいいでしょう。また分岐に来ました。お、ここに真っ黒クロスケがいます。この分岐を右の方向に進むと愛宕山なんですが、今日はここの分岐を和田橋方面、下山方面、駐車場方面ですね、帰っていきたいと思います。ところどころに吉野街道に出てきました。あとはせっせと駐車場に、この街道沿いを歩いていきたいと思います。この正面に見えてる1本木が立ってるところですか。あそこがなんか地面が赤く見えてるんで、あそこが赤ぼっこかもしれないです。いや、ここの最後の、ここの駐車場に向かう舗装路を歩くのが永遠すぎて、これがしんどいです。ということで、釜の淵公園まで戻ってきました。川を越える橋ですね。駐車場がちょうどあそこになるんで、フリードプラス号が見えてます。あー、疲れた。最後までお付き合いいただきありがとうございました。次回、外秩父山口でお会いしましょう。さようなら。